田舎移住の嘘本と築150年の古民家を買っちゃった夏民です。今年初めて聞いたスンズラというものを体験してきました。私が撮ってあげるから。あスンズラタイム終わった。おお痛いでしょ。噛んじゃダメ。あこの先に。え鹿の何？足。足え鹿の足が落ちてた。うん、ええー。人に足だけ。足だけ。ええー。誰が食べた？本体。大体どうしたんだ。血に入れてんのかな。こんなに食事がおらんからどうした。そうだよね。そう長靴ではないから私。あそうか。そうそうそう。スンズラタイム。スンズラタイム終わったか。スンズラタイム終わった。多分でも。そうだよね。あの谷底とか見れるから。ああ。縁まで行って。へえ、スンズラ。見てきたよ。へえ、うん。全部見てきた。あと山の上も登ってきて。へえ。そことか、神社の後ろとか、あと下の村も。へえ。妙な低いところで。うん。うちの村で一番なんか雪が軽いんだけど。うん。行ってみる。サンちゃん行けるかな。え、車で行くの？はい。そう、私ここから行った。ここからほら穴足跡を走れず、本当だ。で下へ下へ一番下の母さんの田んぼまで行って、うん、でそれから一番下の田んぼをずっと渡り歩いて、うん、道の切れるところから登って山を歩いていく。すごいね。2時間？1時間？すごいね。お、いけるね。私の体重大丈夫かな。おお、ダメだった。あ、あのね、優しく歩いて。よし、優しく歩きます。はい。あ、いける、いける。まんべんなく、こういう感じで。こうじゃなくて、うん、こういう、わかりました。はい。見てみてください。今、はい、お！体重が重い？片足にかけ、絶対そんなん変わらん。歩き方。歩き方よね。はい、訓練。はい。はい。でもここ。うん、また超える雪の上だよ。また超える？あ、あ、あ、そうなの？そうだよ。はぁ。油断してはいけない。片足に体重かけてはいけない。やめようか、取ってあげようか。何、もう取ってんの今。そうそうそう。もう。そうだよ。この溶けかけは、こら3、ダメ !3!ダメ。あ、その手あげるのね。はい、さあ、こっち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 。ここへタッチって言って、よく遊んでるから、手あげてると、あ、標的。ごめんね。お、おお。あ、その、あの、沈まないうちに歩く。さんちゃん。水の上を。はっちゃん、噛んだらダメよ。あれか、忍者のあの、忍者のように、忍者のあの、沈まないうちに歩く。
歩くやつね、うん、でも普段だったら絶対にこんな、そうね、ねえ、すごいね、ももまでくらいの雪の上歩けない、うん、雪原でございます。そしてスンズラが溶けちゃって言ってる状態。ほらほら、手あげたらサンちゃんがタッチしに行く。さあ、あれ？さあ、はい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 。よし。いいなさんは。よし。お？がいるんだね。うん、でもちょっと掴んだんじゃない。いや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 、ビクビクしてますよ。うん、私もです。足元に神経を研ぎ澄まして。誰も歩いてないところへ行きなよ。あんまり手あげないで。一番向こうまで。いるかな、この時間帯で。いける？あちょっと戻るか。戻る。いいな犬を、ね、まあ、早起きだね。寝てるのがギリギリまで。本当だね。スンズラだったら電話するわ。スンズラだったら電話して。まあでもほら見てあの深さ。ああ、うん。でしょ？うん。油断してはいけない。魔法が解けたら大変なことになる。